皆さんこんにちは、カルチャー科学のデルフィンです。今回も日本語で話します。でもこの情報は誰でも使えますよ。じゃあ始まります。今は皆さんは英語とか日本語とか勉強しているんでしょうね。もちろん教科書も授業もいいですけど、授業以外にも他の勉強仕方がたくさんあります。インターネットに外国語を勉強するためのサイトがいっぱいあります。この次のサイトはすっごく便利だと思います。ご覧ください。 language8.com です。このサイトでみんなは外国語で自分の日記が書けます。そして他の人はこの日記を読んで間違いことを直します。例えば日本語で日記を作りましょう。これは language8 のホームページです。まずはこのボタンをクリックして日記を書きます。話は何でもいいですよ。頑張ってください。このパブリッシュのボタンをクリックしたら日記はインターネットに入ります。少し待ったら日本語を話せる人がコメントをして他の色で日記を直してくれます。こういうふうに外国語が練習できてたくさん習えます。それにみんなは優しいし本当に助かります。皆さんもこのサイトを使ってみてください。このビデオ見てくれてありがとうございます。またねー。